渋谷落語の会場であるユーロライブ。映画館を改修して作られたため、客席に傾斜がついている。渋谷落語は、東京都渋谷区のユーロスペースで行われている落語会。通称渋落。初心者向けの会という看板を掲げており、従来の寄せ落語会とは出演者、公演時間など、異なる点が多いのが特徴。発足は2014年11月。 仕掛け人は、ユーロスペースの代表、堀越健三。渋谷を再度、若者文化の発信地とするため、ユーロスペースの2階を購入、新たに、ホール、ユーロライブをオープンさせて、3級達をキュレーターとして起用、渋谷落語をスタートさせた。企画を立ち上げてから第1回をスタートさせるまでには、1ヶ月余りしかなく、出演者や告知などは、 綱渡りの状態で始まった。初心者が楽しめる落語会をマニフェストに掲げており、初心者でも気軽に訪れやすい番組編成、公演時間で開催されている。公演は原則として、毎月第2金曜から5日間、1日2回の軽重公演。場所はユーロスペース2階のユーロライブ。ホームページやツイッターなどによる情報発信を積極的に行っている。 従来の予定や落語会では行われなかったプレビューとレビューの公開をホームページ上で行っている。レビューは来場者の中から募集したモニターによって書かれている。以上のような取り組みから従来の落語会と比べて客層が若く笑いに対するレスポンスが良いのが特徴である。毎月公演初日20時からの会はワウワウプラストにて生中継されていたがプラストの運営が ワウワウからアクトビラに変更になった2019年6月から中止になっている。会場がもともと映画館だったこともあり、めくりやドン調などの設備はない。座席はアーウィンシーティング社製である。渋谷落語の会場等で配布されているチラシにはマニフェストとして以下の3点が挙げられている。渋谷という場所だからこそ若い人でも気軽に落語を楽しめる場所にします。 新しい切り口の工業内容とスタイルを構築し、トレンドを作ります。初めての人でもフラット入って楽しめる落語会を作ります。演劇、映画、お笑い、そんな文化と落語を並列化します。また、渋谷落語1周年を記念して発行された渋谷落語1周年記念本渋谷落語2014.11から2015.10には、 渋谷落語の八大特徴として、下記の八つが挙げられている。またそれ以外にも、以下のような特徴がある。ユーロスペースが、渋谷区のキャッシュレス決済導入促進事業の対象事業者であることに伴い、落語会、寄せとしては珍しくチケット購入の際の現金、以外の決済手段が多彩である。渋谷落語では、公演の曜日、時間帯によって、 複数の公演スタイルがある。現在までに行われたのは以下の6種類である。原則として、平日は18時からの1時間公演と20時からの2時間公演の2公演。と、日祝日は14時、17時からの2時間公演が行われる。また2016年7月からは渋谷落語開催週の土曜20時に1時間の勉強会が開催されている。 同年11月からは、カツラミ男を見守る会と称し、新内昇進を控えたカツラミ男の勉強会が毎月開催されていた。2018年1月から12月の1年間は、月刊、大野福マガジンと称し、玉川太志福の講座を中心とした講演が行われた。2019年からは3人の出演者が、得意ネタを演じる。 鉄板演芸会が同年後半からは柳谷六太による一人会、おしゃべり、緑太しの会が行われている。若手新内と二つ目が中心。主な出演者は東京最大の協会である落語協会、二つ目ユニット、成金を要する落語芸術協会、落語立川流からが多い。また、発足以来演学一門会からの出演者は、 いなかったが、2017年4月に、三遊亭大鳥江美が出演したことにより、東京四波の落語家がすべて出演することになった。落語以外には、浪曲、講談、漫才が演じられることがある。髪型で活動する落語家、浪曲師も出演している。一方で、通常の寄せには欠かせない紙切り、大見髪落、奇術、ボーイズ、三味線漫談などの、いわゆる、 色物は出演しない。落語協会落語芸術協会落語立川流、情報落語、フリー、同曲、講談、漫才毎年12月に開催される創作落語ネタ卸し会、しゃべっちゃなよグランドチャンピオン大会にて表彰式が行われている。年間を通じて最も活躍した2つ目に贈られる渋谷落語大賞と年間で演じられた。 喋っちゃいなよの最優秀賞である渋谷落語創作大賞の表彰が行われる。渋谷落語大賞の授与においては、受賞した人の経歴に傷がつかないよう、この賞が欲しいか、あらかじめ本人に確認している。創作落語大賞審査員、林あ彦、一1、長島優、池田優子、木下正幸、三級達をこの回は、ワウワウプラストでストリーミング配信。 生中継された。通常の初日公演ではない回の生中継は初。渋谷落語大賞、面白い二つ目賞立川笑いに、創作落語大賞審査員、林あ彦一、長島優木下正幸、三級達を創作落語大賞審査員、林あ彦一、長島優木下正幸、あずまり三級達を2014年11月渋谷落語。 発足公演2014年11月8日から11月11日までの4日間、公演。事前の周知や宣伝が十分ではない中行われたが、早くも SNS 上で多くの反響が寄せられた。2015年5月11日20時渋谷落語に、詰めの講談師、神田松之城が初めて鳥を取る会で、渋谷落語史上初の満員札止めとなった。 そこで松野城は自作の新作講談、グレーゾーンを演じ、好評を得た。自身も枕などで、その回の熱狂的な雰囲気を口にすることがある。2015年11月13日から18日、渋谷落語1周年特別公演渋谷落語史上初の6日間に渡る公演。2016年1月12日、柳屋ロベーが鳥を取る。 回答時に詰めの柳屋露兵が取りを務めた回。春風亭一之助、神田松之城、そして師匠の柳屋北八が出演するということで、会場は超満員となった。正月公演ということもあり、特別にお年玉工場が行われた。2016年11月11日から16日、渋谷落語2周年特別公演従来の落語会では考えられなかった。 事前に出演者を明かさない、お楽しみ枠を設けた。また前年の渋谷落語大賞受賞者の立川湖八が6日間全てに出演した。お楽しみ枠では、立川志楽や柳や京太郎など、通常渋谷落語には出演しない特別ゲストが、講座に上がった。2017年9月8日から12日、立川佐団寺落語家生活50周年、記念工業渋谷落語に、 毎月出演している、立川佐団治の落語家生活50周年を記念した特別講業。期間中毎日、立川佐団治が出演したほか、春風亭一丁立川隆史、柳屋小田となど、通常渋谷落語には出演しない、ベテランの落語家も講座に上がった。以上のことから、開催前から注目度が高く、 結果的にそれまでの渋谷落語の月間入場者数の新記録を更新する盛況となった。2017年9月11日18時開演、二人落語賞、地落十10番賞を武選達編入選定選達、竜亭こちら区による二人会の予定が、こちら区が寝坊で、出番に間に合わず、急遽、大木達が二席演じる独演会となった。2017年11月10日から15日、 渋谷落語3周年記念、五霊工業通常工業より1日、多い6日間の公演。前年に引き続き、立川志らくや柳谷京太郎、また初登場となる、柳谷家督など、通常渋谷落語には出演しない特別ゲストが、出演する。2018年11月9日から14日、渋谷落語4周年記念、五霊工業通常工業より1日、 多い6日間の公演。立川志楽や立川恋、昇るなど、通常渋谷落語には出演しない特別ゲストが出演したほか、昭和元禄落語新中原作者の雲田春子がトークゲストとして参加した渋谷落語雲春フェスイン渋谷落語も開催された。会場では4周年を記念した冊子渋谷落語2018が販売された。 2019年1月12日14時開演、渋谷落語雑、演芸定面と、若手共演開校一番の柳谷わさびが、反対車を演じた後、次に上がった立川こしらが、わさびの許可を得た上で、同じ、反対車を続けて演じるという、通常の寄せやホール落語ではありえない番組となった。ただし、立川こしらの、反対車は、通常の古典落語とは異なる。 独自の解釈を含む内容なので、観客には全く同じ話に聞こえたわけではない。2019年3月8日11日、立川佐団寺追善工業前年3月に、亡くなった立川佐団寺を忍び、ゆかりが深い落語家が登場する特別工業が行われた。また、佐団寺生前の映像が講座に投影された。2017年9月に行われた、 立川佐団寺落語家生活50周年、記念工業での講座5席を収録した立川佐団寺50年目の5日間も会場限定で販売された。2020年4月10日から14日、渋谷落語4月、公演新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府と東京都からの要請を受け、10日から14日まで予定されていた全公演を中止。 10日にノートの協力により、ユーロスペースから産経新聞社による無観客の落語と音楽のオンライン特別公演を生配信した。配信視聴者320名。2020年5月8日から12日渋谷落語5月、公演新型コロナウイルス感染拡大に伴う、政府と東京都からの要請を受け、5月公演、全公演を無観客で、 開催の上有料オンライン制配信した。前月に続き、ノートでチケットを販売。ユーロライブからチケット購入者に、ライブ配信された。配信視聴者は、各回111から325名。2020年6月12日から16日、渋谷落語6月公演2020年春に昇進、披露公演が中止となった新進打ち、二つ目の、 顔見せ公演と名打ち、50席限定有料、オンライン制配信という形の開催となった。最終公演のみ、創作落語の、喋っちゃいなよが開催されたが、これには新進打ちの立川恋八が出演した。2020年7月10日から14日、渋谷落語7月公演68席限定、有料オンライン制配信での開催。通常の鑑賞、 配信チケットの販売とは別に、出演料の支払い、劇場維持、配信環境維持のための応援チケットをオンラインで販売、公演収支は赤字を免れた。応援チケット購入者には、ささやかなご礼が送られた。2020年11月13日から18日、渋谷落語11月公演劇場観覧80席、限定、有料オンライン制配信での開催。 感染症による運営制限により公演維持が難しいという理由で、18次開演の会の観覧料金全公演の配信チケット代を値上げした。最終日の18日夜の公演には、神田白山が新内昇進後初登場、劇場観覧、オンラインとも満席となった。2020年12月11日から15日、渋谷落語12月、 公演新型コロナウイルス感染再拡大に伴い、全売券の販売を中止。劇場観覧80席限定、有料オンライン制配信での開催。初の試みとして、12月全公演視聴チケットを1万5000円で販売した。2021年1月8日から12日渋谷落語1月、公演12月公演に順じての開催を予定していたが、 公演前日の1月7日に1都3県に対する緊急事態宣言が発出20時までの営業時間短縮を要請。それを受けて翌日の8日午前に終演が20時以降になる会話は無観客、有料オンライン制配信での開催となった。また、初の試みとして1月9日から11日の3。 連休の公演に来場した今年新成人となる若者を無料とした。2021年2月12日から16日、渋谷落語2月公演緊急事態宣言の継続を受け、1月に続き、終演が20時以降になる会話は、チケット発売を中止、有料オンライン配信のみでの開催となった。ただし完全無観客ではなく、客席に観覧スタッフを入れて、 その笑い声などの反応を入れて配信する形を取った。2021年3月16日、二人落語新内共演、コントラスト落語会立川虎白と入選定戦座との二人落語公演。立川虎白が、梶香沢などのストーリーも入った、独自の解釈による荒野、高尾を演じた後、続けて上がった入選定戦座とも虎白に対するアンサーソング的な、 高野、高尾公演。終演後の演目掲示では、通常の寄せではありえない、同じ演目が並ぶ形となった。2021年4月9日から13日、渋谷落語4月公演公演前日の4月8日に、東京23区内に12日からの、新型コロナウイルス感染症まん延防止等、重点措置が発令。 飲食店への20時以降の営業短縮要請があったが終演が20時以降になる回も含めて全公演チケット80枚生配信アーカイブ視聴チケット200枚での開催となった2021年5月14日から18日渋谷落語5月公演4月25日に発令された緊急事態宣言の延長を受けて20時開演の 会の開演時間が19時に変更になった。また、18時開演の会は投資チケットが発売され、20時19時開演の会を引き続き見ることも可能となった。2021年5月16日、立川吉笑い、三大話で鳥に挑む。煮詰めで鳥を取ることになった、吉笑いからの提案で、渋谷落語発の試みとなる三大話に挑戦。お題は、ババロア。 ノック、文庫本。2021年7月9日から14日、渋谷落語7月公演通常、平日の公演は18時からの1時間、20時からの2時間の2公演だったが、19時からの2時間公演の1、公演に変更され、水曜日までの6日間公演となった。例外として、小白大木里の二人落語のみ、十七時十五分からの一時間で、 開催される。不定期に金曜日に配信される。おおむね2ヶ月ほどで配信終了となるが、稀に過去配信した音源を再配信することがある。当初は渋谷落語で演じられた講座の枕部分だけを配信していたが、後に講座全体の配信になった。講座音源の前後に、三級達夫による配信内容の解説、渋谷落語の案内、 渋谷落語に寄せられたメールやレビューの紹介などが入る。渋谷落語キレーターのサンキュータツを自らが出演し、渋谷落語の音源を放送する番組。渋谷落語の講座から毎朝一席ずつ配信。2015年11月から一定期間、来場者に渋谷落語スタンプカードが配布された。公演を見るたびに、スタンプがもらえ、8個貯まると、 オリジナル手ぬぐいと一公演無料で見られる優待券がもらえた。またこのオリジナル手ぬぐいかスタンプカードを提示すると土曜20時からの公開稽古会が割引になるサービスが実施されていた。2015年11月発売渋谷落語発足から1周年を記念し発行された冊子250部限定で会場のみで販売された。価格は2000円。 著者は39達を。会の説明や、レギュラー出演者の紹介など、渋谷落語をより楽しむための内容になっている。巻末には、発足から1年間の全出演者、演目が記載されている。2016年9月発売。演芸写真家の立花のレンジ氏が撮影した、神田松之城の写真が大胆にあしらわれた、クリアファイル。価格は700円。発売当初。 モデルとなった神田松之丞が渋谷落語の講座で売れていない写真のチョイスがおかしいなどネタにした2017年10月発売白地にザブトンシブ RAQ と書かれたドットがデザインされた講座線価格は3500円2017年11月発売渋谷落語3周年を記念して作成されたホワイトネイビー ワインレッドの3色で価格は各色3000円。渋谷落語 3RD アニバーサリーとプリントされている。2017年4月発売。入選定戦座とが渋谷落語で演じた20席の音源データが記録された USB メモリ。外装は木でできており、扇座という文字が彫られている。50本限定、価格は1万円。当初、 高額商品のため、売れ行きが心配されたが、会場販売分は、翌月5月で、本人手売り分も6月に完売した。2017年9月発売。発売数は50本。価格は1万円。渋谷落語で講演された10席が記録された、USB メモリ。外装は、木でできており、サダンジの文字と、立川流の門である丸に、左3外末が刻まれている。 発表当初より注目が集まり、5日間の渋谷落語、開催期間中で50本すべてが完売した。2017年9月発売。発売数は50枚。価格は3000円。落語家生活50周年を迎えた、立川佐団寺の講座での発言をモチーフにした T シャツ。色は白地に、紺文字と紺地に白文字の二色展開。サイズは S、M、L、L、L。 渋谷落語期間中のみの発売。2017年4月発売。白地に松は、水玉と渋谷落語と書かれた赤い座布団がデザインされた、講座線。価格は3500円。立川恋八の渋谷落語での音源を収録した2枚、組 CD。2018年6月発売。収録演目は、俺褒め、魔術、長崎、科学の子、おはぎちゃん。 三級達夫による解説音声も収録されている。価格は2000円。鹿版であり、渋谷落語の会場などで販売された。2018年11月、達川恋八のツイッターで完売したことが明らかにされた。2018年11月発売、渋谷落語4周年を記念し、渋谷落語の会場で、1日限定50冊、販売された。 価格は2500円。渋谷落語の出演者や演じられた演目を紹介している。出演者のプロフィールは、重藤明が担当した。2017年9月に行われた、立川佐団寺落語家生活50周年、記念興行で、佐団寺が演じた五席が収録された3枚組 CD。価格は3000円だが、渋谷落語会場では2500円で販売された。 2016年9月発売。真っ赤な地に出演者の名前が書かれたちょがデザインされた手ぬぐい。価格は1000円。会場とはウシャップで販売されている。2017年4月発売。白地に小さなひらがながたくさん描かれており、それらをつなげて読むと渋谷落語出演者の名前になる。オレンジ、パープル、サックスの三色展開。 価格は1500円古今底、新語の新内昇進を記念した CD。収録演目は、締め込み、小別かれ。価格は1500円。鹿番であり、渋谷落語の会場などで購入できる。ありがとうございます。